はーい。おはようございます。沖縄おばばでございます。今日はね、漢方の先生のとこ行ってきます。はい。ミケさんは、ああすやすやと寝ておりますね。私の後ろにはパナさんがいらっしゃいます。はい。えーとですね、えー、今日は、あまあ、20度ちょっとぐらいのね、えー、まあ、ちょうどいい、えー、気温です。那覇市は。はい。えー、でも、ちょっとね、あのー、なんて言うのかな。 曇り、曇りなんでね、えー、どうしようかと思ってます。ええー、とで、ね、ですね、あれですね、ポータブル電源ですね。はい。あれ、いつも充電しようかなと太陽光でね、思ってるんですけど、まあ、外出してる間に雨降ってきたら、ちょっと回収することができないんでね、ちょっと悩んでます。はい。まあ、そういう感じですね。はい。えー、皆様ね、えー、エネルギーの方はどうされてますでしょうかええー、とですね、えー、まあ、ヨーロッパ続々ね、 えー、不足になってるみたいですね。はい。ポータブル電源は私必要だと思います。はい。えー、まあ、停電もありますけど、本当にね、えー、まあ、何かね、えー、電気代があものすごく値上がりしてしまった場合、これ、来年の4月からなんですけどね、えー。すごく値上がりするのは。はい。えー、その時にね、えー、分散できますよね。いろいろと。ポータブル電源あればね。はい。 えー、例えばパソコンとかね、えー、<laughs> まあビビったるもんですけどね、パソコンとか、あと、あれですね、えー、携帯の電源とかね、そういうものはね、もうポータブル電源で、えー、充電すると。で、えー、まあ,あ、電気を使わないようにすると。はい。まあ、とりあえずね、節電になるんで、えー、まあ、ポータブル電源はね、えー、あった方がいいんじゃないかと思います。 はい。私もね、もう一台欲しいんで、はい。ええー、まあ,あ、4月までにね、お金をためた、なんとか貯めてね、えー、もう一個買おうかと思っております。やっぱり一台だけだとね、うん、あれなんでね。まあ、そんな感じですね。はい。えー、実を言うと、あのー、イギリスですね。イギリスで、ええー、過去最高になってるみたいですね。電気代が。 なんか、1kW あたり400円とか言ってましたね。ここみチャンネルさんで。あとですね、フランスで今すごいことが起こってます。はい。フランスってね、あの原、原発がすごく多くって、原発で、あの、電力をね、供給してるっていうことが非常に多いんですけど、なんと今その原発がね、半分ぐらい動いてません。はい。えー、どういうことなんでしょうかっていうかね、あの、あれです。あの、給料を上げら、 給料を上げてほしくて今ストライキやってるんですよ。原発の職員さんが。はい。えー、まあ、どこもね、インフレは同じなんで、生活に困っちゃったらね、働いててもね、どうしようもなくなるんで、やっぱりね、えー、給料は上がらないと困るんですよね。こういった、あの、電気関係の方たちもね。 えーで、今ね、えー、フランスで原発が起きていて、今までね、原発で作ったあ電力をね、いろんなところに輸出してたのが、それがね、えー、できなくなっちゃったんですよ。はい。なので、多分ね、イギリスの、イギリスもね、確かフランスからあー電力買ってたと思うんで、えー、それで上がってるのかもしれませんね。 はい。日本でもいつどうなるかわかりませんのでね。はい。まあ4月からはとりあえず値、ね、上げ決まってるんで、えー、まあ4月までにはね、なんとかできる体制を、えー、まあ少しね、節電できる体制をね、皆さん作るといいかもしれませんね。はい。えー、私はそう思っております。はい。えーまあそんなこんなで、えー、今日は朝からちょっとね、忙しいんですけど、えー、またね、 えー、もしかしたらあげれたら午前中にもう一本ぐらいあげようと思います。はい、ありがとうございます。沖縄おばばでーした。